いや、こんにちは。吉根さん。まあ、堀江さんに質問したら、結構、バカにされるでしょ。でもこれね、本人はバカにしてると思ってないんですよ。あのー、本当にね、そんなこと聞いて意味あんのみたいなところで、えー、最大の問いかけがあって、意味のないことを考えるなってことなんですよ。うん。でもなんかね、意味がないことをやりたがるのが、凡人ですからね。意味がないことを意味があると信じて、信じて、学んで、やってみて、 意意味味がないいととこころに無理やり意味をこじつけるというねだから遠回りしてるんですよねきっとね同じ人間の一生はあるのになんでそんなにね歩く速度の差が変わるのかなって言ったら意味がないことやってるんですよいやでもそう言ったら身も蓋もないことにパチンコとかスロットとかって私から見ると全く意味がないんでやらないんですよその分だけ人生助かってるんですけどもでもパチンコやスロットが生きがいの人からするとパチンコやスロットを 知らないで人生終わるるなんててうっっでしょうねきっとねきと人生の楽しみだいぶ減らしてるよって言うかもしれませんそれは釣りをしてる人でもお酒を飲むのが好きな人でもまああるんでしょうねきっとで私はねマージャンの経験があるのとちょっとだけ、あのー、ポーカーをやっていましたんでねその辺でいろいろ確率とかっていうのを最初は一生懸命ねやっていたんですよで例えばポーカーでいうとロイヤルストレートフラッシュっていうのがあるんですけどもこれね ポーカーの中で最高薬なんですよ。しかしね、確率に直すと、100万分の1回しか出ないんですよ。100万分の1回っていうと、普通の人がね、生涯にポーカーをする回数って1万回もいかないんですよ。1万回もですよ。ってことは、人生を100回繰り返して巡り合えるかどうかっていうのが、ロイヤルストレートフラッシュなんですよね。でも不思議なことに私、ロイヤルストレートフラッシュね、2回見てるんですよ。自分はやってないんですけども。 不思議ですよね。だからこういうふうな偏りっていうのがあるんでしょうねきっとその偏りが瞬間的な爆発になってその爆発で人生を渡りきれるみたいなことがあったりするのがままあ、世のの常なのかなかと。まあ、例えばアフィリエイトがボカーンと当たった時にね「昼附属」って言って出るのもその一つだと思いますし広島でもう堀江さんにしたらインターネットの黎明期にたまたま目の前にインターネットっていうのがあって。 よっしゃこれすごいなと思ってやってみたらものすごくね会社がボーンと爆発したみたいなもちろんそこには一歩踏み出す出さないっていうのがあったりそれまでの知識や才覚っていうのもありますけどもきっとですね堀江さんが何の勉強もしてなくてもインターネットに出会ったらそこから爆発したんじゃないかなっていう気はするんですよね、まあ、そもそも頭がいい人とか情報が早い人って堀江さんと同時期かその前にインターネットを日本に取り込んでるわけですよ実際にでもああならなかったわけじゃないですか だからうすうす感づいてたけどもうやらなかったとかね先延ばしにしていたとかまあそういう風なことがあったんじゃないかなと思うんですよでもう一つねこのまあ吉谷さんに麻雀の話をしたら難しいかもしれませんけども麻雀に「大三元」って役があるんですよこれ今までね何十回も私は上がってるんですよでもしくは見逃してきてるんですよ上がらずにでもこれですらね確率で言うと0.003%の確率でしか出ないんですよ この確率でしか出ないのに、しかも麻雀ってのは人の意志があるから、邪魔するために早上がりするとかね、泣かせないみたいなことも起きるんですよ。となると確率もっともっと下がるじゃないですか。でも、何十回も上がってるんですよね。誇張でも何でもなく。多分私が、大産業なんて結構上がったよって言っても、麻雀慣れてる人だったら、まああるよねぐらいのもので、そのぐらいありふれてるんですよ。でも確率的には、本当にね、0.03%ですからね。1%が100回に1回でしょ。だから1万回に1回なんですよ。 で、マージャンを生涯に1万回する人もほとんどいないんですよ。<laughs> そう考えたらね、なんでだろうと思っちゃいますね。それから、天保っていうとんでもない難しい役があるんですよ。これはね、確率で言うとですよ。どのぐらいかな ?33 万回ぐらいに1回しか出ないらしいんですよね。人間が趣味の範囲でマージャンをして、1万回マージャンしないのに、33万回に1回が天保なんですよ。 で私はもう何年も前にマージャンやめてるんですけども天舟もね2回見てるんですよ1回自分で上がってるんですようんだからねこの何が言いたいかっていうと偏りがあるなと思うんですよ人生にはねで運よく人生の前半とか中盤ぐらいにこの偏りが集中して巡り合ったらすごく運がいいんですよねそれをゲットしたらでも大半の人は偏りが後半とかそれから200年のスパンでしか来ないものに人生の 短い7、80年ってものが当たっちゃってるんで全く偏りに出会わなかったりするんじゃないかなと思うんですよそうなるとねそうなるとですよ少々の努力ってのは追いつかないっていう理屈にもなっちゃうんですよねまさに運も実力のうちって言いますけども実力も運のうちっても言えるんですよねつまりは客観的に判断してこの人実力あるよね強いよね上手だよねっていろんな分野であると思いますけどもそれすら 運の落ちなななんじゃないかなと <laughs> つまりは偏りが人生の前半に来ちゃっただけで人間長い目で見るとね人間の寿命が1万年ぐらいあったらみんな同じようになっちゃうんじゃないかなってことらしいんですよ。いやこういうこと考えてるとねさすすが哲学だなと思いますよね、うん、そう思っていると同じようなことを考えてるやつもいて「なんだ俺だけじゃなかったのこういうこと考えてんの?」みたいな感じで結局ね自分だけが思いついてますとか自分だけが気づいてますってことあんまりなくって。 えー、なんかつくづくね自ら節穴だなと思ってたんですよねだからじゃないですかねそんんなこと聞いて何の意味があるんですかってつまりは人生って何ですかっていうふうにたとえ堀江さんが答えたにしても高橋がなしさんが答えたにしてもそれはその人から見たその瞬間の判断であっていつもそう答えるとは限らないし次の日には人生を揺るがす大事件が起きて意見が全く変わってるかもしんないそういう歌方の一つの感想や気持ちってものに対して何で知りたがるのかなとかね そもそもそれを答えたからといってその答えにね復讐して生きていくんですかと。いや、堀江さんは人生はこうだって言ったけど自分はそうは思わないんですって言ったらそれ終わりじゃないかみたいなね。だからつまりは人の意見は人の意見自分の考えは自分の意見人の考えで自分の人生は編み出せないってことなのかなとも思っちゃうんですよね。まあ、吉田さんなら散々パラ分かってると思いますけども答えはいつもね自分の外にはないんですよね。 うん、で見つめる先にもないんですよだからいつも自分の中にあるんですよねだから自分の中に見つからないってことは行き先も見つからないんですよねでも自分の中に答えが見つかると進む方向が分かってくるみたいそして進む方向に進んでいったら途中で方向転換もあり得るというねまあそんな修正修正の日々なのかなと思っちゃいますうんそのねなんかある程度 人間には確率があるなとか運があるなと思ってましたけどもそもそも百年弱の人間で偏りが避けられないってことなんですよねものすごく偏ってるわけですよなんかそんな気もしますよねうんなんか違うのかもしれないけども長い目で見たらみんな一緒になるだからこそ平等であり人間はそんなに差がないって言いますけどもその長い目で見たらっていうのがね数学を突き詰めていって確率とか統計っていうのをねやっぱり大学で学ぶと大体一万年だよっていうわけですよね 1> 1万年間ずっと変わらない人生を送っていてパチンコならパチンコを1万年間やって100人人がやったら大体同じぐらいの結果になるよみたいな <laughs> そんなことをね教授が言ってたような気がしますけども、まあ、その裏付けはとてもじゃないけど私には取れなかったんですけどねあまりにも賢すぎてでも確率論で数十万回数百万回っていうふうに繰り返すことによってだんだんとお形作られたっていうね経緯があることを見ると そうですよね。1万回ぐらいである確率にたどり着いてないという標準偏差も2,000回ですからねあの分布図もねサンプル調査も2,000回とかだからうんら相当ですよね2,000っていうのはそのサンプル2,000を10セットぐらいやって2万ぐらいになると平均値がやっと出てくるみたいなねまあ人生っていうのは本当皮肉にも偏ってるもんだなと思います、まあ、堀井さんがねいろんなところに旅して公演する時も たまたま自分の住んでるところにその瞬間来るたたまたまその日に予定が空いてるっていうのもまあ偏りなんだろうなと思いながら聞かせてもらいました今回偏りですね偏りうんまあでもいい経験したじゃないですか、うん、動画見せてもらいますよ今回はいってらっしゃい